はい。おはようございます。目覚まし朝礼の時間です。昨日ね、ちょっと大谷選手のマンダラチャートを紹介して、ちょっとこの大谷シミュレーションというかね、マンダラチャートを書いてみたら面白いかもみたいなことを投げかけましたけども、これちょっとね、ハードルが高すぎたかもしれませんね。はい。今週ね、ずっと、まあ、新しい時代のキャリア教育の姿を見せているわけです。ぜひ学校の先生だったり、あるいは、塾の講師の人、あるいはですね、まあ、自分の息子娘に、新しい時代のキャリア教育をね、やってみたいっていう人は、今週のこのワンセットをそのまま試していただいたらどうかなというふうに思います。月曜日はまずですね、時給の分析しましたよね。まあ、時給っていうのは仕事の値段なんで、その仕事の値段がどうなってるかっていう、お金に関わるところからスタートしました。多分その方がね、本当に子供たちも食いつきがいいんじゃないかと思うんですよね。そして、火曜日は、そのお金って何だろうと、まあ、巨万の富を得てる人っていうのが、なぜね、そういう、巨万の富が集まってくるのかですね。お金が集まってくると、お金っていうのは寂しがり屋で、お金がお金を呼ぶっていうね、村上ファンドの村上さんがお父さんから学んだことのようですけども、そういうところは確かにあります。その、まあ、謎を解きながらですね、お金って何だろうっていう投げかけもしました。もちろん、一方でお金で買えないものをという、まあ、そういう問いかけもしながらですね、ものすごい、巨万の富を得た人が、実は今ですね、お金がなくて困っている国にも助けに入っていると。教育や医療の部分でですね。で、ここでその活躍するそのボランティアの人たちや NGO の人たちとこうタッグを組むようになっているんで、その本当にそのお金持ちの世界とそれから一番困っている産品国の現場というのがもう今つながっちゃってるんですよという話もしました。はい。それから、水曜日、仕事をまあ、つながりでね、捉えようと。13歳のハローワークマップの話をしましたね。こう、星座表、地図のように514の仕事を眺めたときに自分の仕事のイメージも広がるんじゃないですかと。まあもちろんその子供たちの仕事のイメージを広げるために、まあよくね、親が子にトイレに世界地図貼っといたりしてですね、うちも実はそのままになってるんですけども、まあ、広い視野をね、持ってほしいっていうことで、その実際のその地図上での広い視野じゃなくてですね、職業世界の広い、その考え方、広い視野を持ってほしいという、そういう願いを込めた、ハローワークマップっていうのを、まあ僕と村上龍さん開発したもんですから、それを紹介しました。まあ今ですね、僕のうちにも今なくて、前はあったんですけど、今注文してる最中ですね、いつ来るかなと思ってるんですが、そして、木曜日、二つの仕事をね、昨日ですね、掛け合わせてね、どんな仕事が作れるかなと。514の仕事に自分が収まる必要はなくて、その間に無限にですね、二つを組み合わせた仕事、あるいは三つ組み合わせた仕事が出てくるんだと。で、それに自分でネーミングしていいんだよというね、こういう、話をしたわけです。掛け合わせて仕事を想像してネーミングすると。そういうその、つながりをね、可視化する技術っていうのもすごく大事で、それを磨くとつなげる力が高まります。で、これがイコール情報編集力が高まることにもなるんですよということを、まあ、強調したと思います。その流れの中で、今日はですね、まあ、ずっと、この朝礼だけの学校の基調でもあるんですけども、3つのキャリアの大三角形でですね、3つのキャリア、あるいは、スキル、を組み合わせてですね、これを掛け合わせて、希少性の高い人材になりましょうねと。まあ、子供たち流に言えばレアカードになろうと、君自身をレアカード化しようって話になるんですけども、そこをね、もう一度ね、押さえておきたいと思います。まあ、朝礼だけの学校にもう半年以上前からね、加わってる皆さんはもうこれ何度も何度もやってますけども、これ何度も何度もやってですね、何度も想起して、そして自分に、自分の2本目、3本目をですね、言い聞かせるような感じのですね、自己暗示かけた方が、この3本目がうまくいくと思いますので、またそれもね、またかっていうような感じではなく、一緒にやっていきたいと思います。で、今日以降からですね、ちょっと、もしかしたら面白いことが起こる可能性がありまして、それはですね、
来週の火曜日、水曜日、木曜日と僕が、武蔵野大学のアントレプレナーシップ学部で、講義をするんですね。で、1年生が全員ですね、武蔵小金井のちょっと先のですね、小金井カントリー、キノゴカのゴルフやってきたんですが、そのほとんど横にあるですね、寮でですね、1年生、全寮制で70名がですね、合宿してるわけです。で、そこに平日はですね、この朝礼だけの学校でも人生の教室の教室長をやってくれてる伊藤洋一さんですね。1分で話せで52万部売ってる人なんですが、ヤフーアカデミーの学長でもありますよね。アカデミーはですね。で、その伊藤さんがもう、そこに合宿してるわけです。一緒に。これすごいですね。まあ、イギリス、アメリカのボーディングスクールに近いし、それからまあ、オックスフォード大学とかそういうところもですね、大学内に、まあ、教授が住んでたりしますよね。大学の敷地内にですね。そういう感じでですね、伊藤さんがまあ全身全霊を持ってね、大学1年生育てようとしていると、高校から入学したばかりですから、18歳、19歳というような感じですね。その子たちに僕がまあ来週から講義を、まあ、連続して5回やるんですけども、その前にということでですね、今日あたりから、まあ、多分、ログインが可能になるんじゃないかと思うんですが、この朝礼だけの学校に入ってこれるようにしてるわけです。70名なんですが、まあ、もしかしたら、僕の講義は来週からですけども、気の早い子がアクセスしてきて発言するようなこともあるかもしれません。まあ、3ヶ月だけなんですね。3ヶ月だけの、まあ、文字通りサマースクールという感じで、短期留学みたいな感じですよね。この朝礼だけの学校に、もう本当にその1ヶ月でもですね、2ヶ月、3ヶ月でも、まあ、短期留学できるっていうのはちょっと面白いんじゃないかと思いますですね。これはその、1100円かける3ヶ月っていうのを払えば、まあ、可能になるわけです。で、それがこうね、彼らにとってものすごい刺激になればと思いますし、また、朝礼だけの学校の皆さんにとってもですね、大人の皆さんにとっても結構刺激になるんじゃないかなということで、今後も、そういうその学校単位でね、受け付けるっていうのは面白いんじゃないかと思っています。少なくともですね、僕の著書ですね、のうち、例えば、デビュー作の処世術の世が生きるという字ですが、それから、もう最新作のですね、革命はいつもたった一人から始まる、もう全部読めますよね。デジタルで読めるんで、これはまあ、本を買わせて、教科書のように、普通大学の教授っていうのは本を買わせるわけですけども、その代わりに、まあ、ここに入ってもらって、ただでもいくらでも読めるようにする。そして、加わってる大人たちとの議論もできるっていう。これちょっと面白いんじゃないかなと思うんです。皆さんの、まあ、関係者でも、例えば学校単位、塾単位で、ちょっとこういうね、短期留学でね、そんなにお金かかりませんので、進めてみてもらったら面白いかなというふうに思いますね。というようなこともありまして、18歳の子たち70人が、まあ、眺めるだけかもしれませんけれども、ちょっと遠慮してね、参加してくるわけなので、一番この、朝礼だけの学校の肝になっているですね、3つのキャリア、それぞれ1万時間かけましょうと。で、そして3つを掛け算して希少性を高めましょうっていうのを、もう一度ね、確認しておきたいと。こういうふうに、思ったわけです。はい。というわけで、今日の、まあ、ワークシートについてはですね、この仕事編の5っていうふうになるんですね。仕事編の5、希少性を高めてレアカードになろう。まず100人に1人の存在へという。で、まあ、これ自体はですね、今日、あってもなくてももちろん構いません。そして、朝礼だけの学校の皆さんはこのワークシートもちろんダウンロードできるようになっているわけですけども、これはまあ、中高生がやる場合でもですね、もう、中高生にちょっと早いかなとも思ったんですが、やっぱり、あらかじめですね、人生全体を眺めたら90年、100年の人生の中で、一つの仕事をやってるだけではね、一回の人生終わらないんだと。その一つの仕事、あるいは一つの人生では人生を、まあ、全うできないというか、死にきれないし生ききれないというですね、そのことをもう言っちゃった方がいいんじゃないかと、
いうことで、まあ、どちらにしたって90年、100年の人生、まあ、もしかしたら120年という説もあるので、そういう長い人生生きるわけですから、3つのキャリアぐらいね、最初からイメージしておいてもいいんじゃないかな。それを3つ同時にやるか、それとも、10年、20年ごとにですね、やるかと。10年、20年ごとにやったとしても、まあ、60ぐらいまでで、そっからまたね、30年、8万時間が待っているわけですけども、そんなことで、ここの1番ではですね、あなたがマスターレベルに達したいこと、100人に1人の存在になりたいこと、これはまあ、1万時間をかければ、おそらく誰でも、何のスキルでもマスターできるわけですけども、これは何ですか？一つ以上上げてみましょうというですね、こういうことを書いています。1万時間の法則というのがヒントになってまして、人間があることをマスターするには大体1万時間かかりますよと。まあ、1日3時間取り組んだら365日で1000時間ですから10年。1日6時間、ね、集中して取り組めるんであればですね、5年で、マスターレベルに達することになります。で、その、まずとにかく100人に1人の存在ということをイメージしてもらって、その上で2番では、キャリアの展開で横展開による掛け算で100万分の1の存在になる方法を考えてみましょうと。まあ、100分の1、100分の1、100分の1ですね。で、100分の1を3回掛け算すれば、つまり1万時間で、あるキャリア、あるスキルをマスターするということを横展開で3回やって、それを掛け算するような仕事を自分が作り出せばですね、それが、マーケットバリューがあればですね、100万人に1人の存在、つまりオリンピックのメダリスト級であり、1世代に1人のユニークな存在になりますよということを、まあ、ここでですね、ワークをさせちゃっているわけです。はい。で、これ、まあ、ここが基礎編なんですね。で、今日は、むしろですね、応用編、そこからですね、3つのキャリアの掛け算をして、大三角形作りますよね。この三角形の大きさが、希少性の大きさですから、その大三角形を底面にして、どう次にですね、ピラミッドを作るか、まあ、大体45歳前後ぐらいからこうイメージしてほしいですね、テーマなんですけども、そこについて少しね、丁寧に解説をしていきたいかなというふうに思うわけです。で、前にもちょっと挙げたんですが、やっぱり馴染み深い、そのホリエモンとかキングコング西野さんのですね、例を、ちょっとここで、さっと書かせてもらいました。ホリエモンのね、ミッション感ですね、こんな感じ。そしてキングコングの西野さんのミッション感、こんな感じですね。で、ちょっとね、これをちょっと解説する前に、基本に戻ってこの図を復習しておきたいと思います。もうそれだけの学校の皆さんにはもう馴染みの図ですし、僕のまあ YouTube、 講演の YouTube でももう必ずスライドが出てくるものですね。まずこれですよね。はい。まず左足の軸足固めましょうねと。これはまあ10代から20代で、最初に突っ込まれたね、会社で例えば突っ込まれた仕事、それが経理であれば、経理であっても営業であってもですね、1万時間かけてこの軸足ね、左足の軸足を作る。そして、ピボットしていいんですね。いろんなところに。でも普通、会社に入ったらまあ移動でね、経理だったら財務とかですね、営業だったら営業企画とか。それから地方に行きましたとか、工場に入って生産ラインをやってみましたとかですね、海外行きましたとかね、そういうこともあるかもしれません。で、2歩目もやっぱり1万時間かけて、このね、右足の軸足をね、固めましょうねと。その前にはこうピボットしていいんですよ。こっちかな、あっちかなってね。で、これを、まあできたらこのライフラインを作る。左足と右足の軸足を固めるのに、まあ、30代ぐらいまでやっておきたいですよね、という。もっと早くやっちゃう子もいるかもしれません。例えば、まあ、武蔵野大学のアントレプレナーシップ学部のこの中には、まあ、英語が得意で、かつですね、プログラミングを今学んでるなんて子は、英語とプログラミングっていうスキルだけで相当で国際的にも通用しますので、そういう意味ではライフラインがもう10代のうちにできちゃうかもしれませんよね。で、ここまでやったらもう100分の1かけ100分の1で1万人に1人の人材なんですが、そこから先3歩目がすごく大事だという話を今日し、その後の話も今日するわけですけども、このね、いろいろこう踏み替えてみましょうねと。僕は、これが営業とプレゼンです。リクルートで鍛えました。そして、リクルートで同じく鍛えたマネジメントの力なんです。マネジメントの技術なんですが、3歩目についてはこっちかな、あっちかなと、37歳から47歳まで、もうだいぶいろんな踏み出しをして、で、失敗もしました。
介護の世界で情報誌を作ろうとか、それから教育の世界でもですね、そのデジタルの世界から入ってですね、デジタル教材っていうのに相当突っ込んだ。この時は松岡聖子さんとかですね、のいろんな人たちとこう組んでやったりしたんですね。それから住宅の世界でも会社に出資して、それから非常勤役になったりしてですね、それが黒字倒産したりとか、いろんなことがありました。そして、4歩目ですね。こうなるわけですよね。はい。僕の場合には、東京都では、公立、東京都ではですね、義務教育で初の民間校長というその公立校ですね。このジャンプがありまして、リクルートでの営業プレゼント、そしてリクルートでのマネジメント。それが通用するかどうかわからなかったんですが、自分を安売りしてですね、もう年収3分の1になってもいいからということで、義務教育初の民間校長に東京都でなりましたというのが、この大きな三角形を作れた3歩目のね、この秘訣になったわけです。そうすると、ここでも、まあ、1万時間かけて、僕の場合には100人に1人校長になれたので、100分の1が3乗になって100万分の1のオリンピックのメダリスト級の、まあ、レアさですね。レアカードになれたと。こういう話です。で、ここまでをやったらですね、ここまでできたら40代ぐらいでやっちゃいたいわけなんですが、それをそのままこう、底面にしてですね、広い底面が欲しいですよね。希少性が大きければこの広い底面が確保できます。そこから 3D 化していく。ここには美意識とか志とかね、哲学がかかってくるわけですけども、50代60代70代80代とこういうね、三角形を底面として、それを三角錐にしていくと、ピラミッドを作っていくイメージをするといいと思いますと。この6番はですね、このピラミッド全体は何かというと、この三角形のこのね、面積が希少性の大きさだと言いましたけども、このピラミッド全体は僕が言うその信用ですね、クレジット。他者から与えられる信任の総量で、それは他者から与えられる信頼と共感の関数ではありますと。で、そのクレジット、信用の総量が、まあ、例えばここで1億円の総量を作れたとして、その、ここをね、切り取ってですね、この部分だけ現金化したものが報酬ですよと。そうすると、もし1億円分のクレジットが本当はあってですよ、他者から与えられた信任の総量が。で、そこから現金化3000万しかしてなければ、7000万ここに余ってることになりますよね。これが人生における余裕になりますし、人生における自由、あるいは仕事の自由ですね。どこにもこれを投資ができると。こっちかな、あっちかなっていうところに、まあ、いつでも投資ができる、その、余りの部分、すごく大事な余剰の部分になりますよね。ということが、この1234566の馴染みの図の、もう一度の解説でした。朝礼だけの学校の皆さんは、まあ、半年前から配ってる皆さんは、もう聞き飽きたっていうふうに言うかもしれませんけども、ちょっとこれね、確認をしておいたわけです。で、それ分かった上でですね、ホリエモンさん、ちょっとこれね、鉛筆でさっと書いたので、読みにくいかもしれないんで近づけますけれども、ホリエモンの場合、この大三角形に当たるものですね、この底面に当たるものね、まず IT で起業しましたよね。そしてその後投資家にもなってますよね。で、これで相当技術を磨いています。で、その後ちょっと事件に遭いましてですね、拘置所で哲学するわけですよね。本をすごい読むわけです。で、その結晶が、まあ、ゼロという名著に現れてるんですね。これも100万ぐらいいっていいんじゃないかな。というようなことで、ここからまた、ホリエモンのコメンテーターとしての道も開けてますけれども、この大三角形の上にですね、今ピラミッドを彼は築こうとしていますよね。宇宙へというミッション感ですね、すごく。で、とにかくロケットを打ち上げ続ける。この間、成功したみたいですけれども、それから、まあ、一方に和牛マフィアみたいな、組織を作ってですね、日本の良さを世界にということで、和牛の良さを世界にというチャレンジもしています。とりわけ、ロケットについては、これね、儲かってないと思うんですよね。で、ここですごく大事なのはですね、このピラミッドをこう作っていくって時にすごく大事なのは、どこで儲けて、で、どこはもう別にトントンでいいか。そして、どこに投資していくかですね。どこにもお金を突っ込んでいくのかっていうこと、そのメリハリをはっきりさせた方がいいわけです。このすべてのポイントで、全部儲けるぞっていう人はおそらくですね、嫌われるんじゃないかと思いますし、おそらく社会が応援しないですね。世の中が応援しない。みんなが応援しないから、エネルギーが入っていかないですね。で、
これももちろんね、この投資家としても、まだね、その稼いでると思いますけども、ロケットについてもつぎ込みまくってるわけですよね。和牛和牛はもうまあ、多分まだまだ、全然儲かってないと思います。で、こういう、その、今のプロジェクトについてはもう、頑張ってるけど、トントンでいいのかもしれないと。あるいは、こっちはもう損してても、もう徹底的にですね、これ宇宙への夢ですね。これを、こう、追いかけていると、まあ、宇宙ビジネスやってるのは、イーロン・マスクとジェフ・ベソスと、イギリスのブランソンぐらいですから。まあ、とにかく4番目、世界で4番目に、その最先端の宇宙に関する情報は、ホリエモンに集まってくるわけですよね。そういう意味での哲学性が非常に高いことを、僕はやっていると思ってます。はい。もう一つの例ですね。これはキングコングの西野さんですけども、もちろん吉本の芸人としてのスタートですよね。で、これがもう非常に突出していたわけですけども、そして絵本作家ですね。これなかなか伸びなくて悩んでる時にタモリさんから、いやー、やっぱ絵本はあなたは書くべきなんじゃないの？絵を書くべきじゃないの？みたいなね。そういうことで本当に書いてみたら、もうロットリングペンのその細密画ですよね。ものすごく、まあ、最初の頃の絵本を見るとわかります。今のこうカラーの絵本で、まあ、監督として作ってる絵というよりはですね、自分自身で1ページに1ヶ月かけたというようなロットリングペンでの細密画を見ると、いかに芸術性が高いかわかるんですけども、そこから入って、まあ、オンラインサロンを始めましたよね。で、これについてはもう日本で最大のオンラインサロンにしているわけで、これいわばですね、自分のその、エネルギーが入ってくる自分のその組織をですね、作っていったと。これ上下関係があるわけじゃないけども、そういう人のエネルギーが全部入り込むような措置をここで作ったことで、この後の展開ができていってますよね。で、その絵本がですね、映画化されました。これいろんな有名人とのコラボがこれから出てくるようですし、海外っていうのも視野に入っているようですけども、そういう中でですね、やっぱりディズニーを倒すと。まあこれ普通言わないでしょ、誰も。ディズニーを倒すとまで言ってですね、このミッション感ですね。やっぱりもっとね、エンターテインメント日本初で生まれるべきだというミッション感がこれあるわけですね。で、その中でここで多分儲けてないですよね。ね。絵本でもそんなに儲けてないと思います。で、まあ、ここのサロンでも儲けてないですよね。で、まあ、ある種のタレントとしてもお金が流れ込んでくる、その版権ビジネスの世界入ってると思いますけども、そこで稼いで、こういうところで必ずしも、ビジョンを追っかけるところでは儲けないんだと。もちろんですね、最後は儲けてみせるぞというふうに思ってるかもしれませんけれども、そういうですね、どこで稼いで、どこはね、稼がなくていいかですね、もうトントンでいいか、そしてどこに投資していくかって、この3つのメリハリっていうのが、まあ、すごく、これからですね、特に45以上の方については大事になってくるんじゃないかと思います。僕の例でもですね、僭越ながら、この例を示しましたよね。リクルートの営業とマネジメントの蓄積がまずあって、そして、中学校の民間校長、高校の民間校長もやりましたと。で、ここにこう空きがあるわけですね。幼稚園とか小学校あるいは大学の方やってくれって言われたら、これ僕おそらくただでもやると思います。ここで儲ける必要ないんですね。僕の稼ぎは講演というとこから入ってきてまして、授業をやるのも、例えば来週のアントレプレナーシップ学部の70名の学生にやる講義は、これは僕お金取りません。ボランティアでやるんです。そして本についてもですね、もう書籍の印税でお金をいただく必要はもうほとんどないのでですね、これについてももう例えばショールームの前田さんやですね、キングコングの西野さんやですね、いろんな人たちとのコラボが書籍で起こればいいと。そこはもうだからトントンでいいっていうんで、僕の印税率をガッと下げちゃって、そういうコラボをする人にあげてくださいっていうような感じのやり方をしてるわけです。もちろん、朝礼だけの学校もここで儲ける必要がないので、ここでお金が入ってきたらそれは再投資して、もっとこういいものに作り変えていくと。で、さらにですね、ここで稼げるので、このアジアのですね、12校ほどラオスの方に学校の設立をやって、それがすぐに公立校になるってことをやってるんですが、ここには、投資していて、まあ、アジアの平和のためにね、教育での貢献を、まあ、続けていくっていうのは、そういう哲学性でやってるわけです。ですから、まあ、これはね、10代、20代で、すぐに考えなくてもいいと思いますけれども、40代以降の方々であればですね、自分はどこで稼いで、どこはトントンでよくて、そしてどこに投資していくのかですね。
突っ込んでいくのか、これはすごく大事な話になるなというふうに思います。そうですね。そこまででいいかな。まあ僕のミッション感っていうのをもう一回繰り返しますとですね、この、日本というこういうね、自動運転の車に、まあみんな、その組織に入ると乗っちゃうわけですけども、その自動運転を解除してですね、自分自身でこの車を運転しましょうよと。自分の行きたいところに自分で運転していきましょうねと。こういう。過去の目覚まし朝礼にですね、これについては詳しく、解説したものがありますので、初耳の人はですね、それをもう一度見てもらえばなというふうに思うわけです。そして、日本の社会っていうのは、あるいは日本の教育っていうのはですね、残念ながら孤児を育てようとはしない。で、消費者ですね、大量生産する会社に雇われた消費者を、戦後50年間育ててきたわけです。ですから、個人よりも消費者というね、意味が強いわけですが、これを逆にしたいと。個人の目覚めですね。個人の目覚めをですね、目覚まし朝礼も含めて、促進していきたいというのは、僕自身のミッション感であります。というわけで、そこまで話したところでですね、あと、就活中の学生さんもいるでしょうし、とりわけ、武蔵野大学のその70名のですね、新入生っていうのは、これからどういうそのキャリアを築いていこうかなっていう、一歩目を考えていると思います。そういう人たちに向けて、かつですね、3歩目にね、どこに踏み出すかっていうことを考えている、20代、30代、40代の人たちも含めてですね、50代の人もいるかもしれませんけども、3歩目の踏み出し位置ですね、あるいは一歩目の踏み出し位置ですね。それも含めてですね。今のこの世の中の中で、どんな技術っていうのが、注目されていて、どこら辺に関わっておくとね、それはその社会的ミッションにつながりが強くなるかっていうようなことを、ちょっとね、今日の最後に触れておきたいと思いますね。皆さんの一歩目、の就活にも関わるし、それから2歩目、3歩目にも関わるですね。この掛け算に絡めた方がいい。その3つの掛け算に絡めた方がいい5つの技術分野と、コミュニティの3つの課題というのですね。ここが注目点よというのを、ちょっとこれ整理しておきました。で、これが実は微妙な未来をどう生きるかっていう、この本にですね、かなり明示的に書いてあるんです。これ実は15年前に書いたものなんですが、今も全く古びてないで、この5つの分野と3つのコミュニティの課題っていうのは、もうまだまだ、まだまだ全然その解決されていません。なので、ここでちょっと繰り返しですね、ちょっと早口で読んでみたいと思うんですね。ここでは大雑把に、君たちが生きる未来の根幹を揺るがす変化について知っておいてもらおうと思います。5つの技術について述べますが、この5つの分野の周りで仕事をしていると、大きなチャンスが開けるかもしれません。逆に言えば、君自身の発見や発明や働きかけが、大きな社会変化を引き起こす鍵になる可能性も出てくるということです。第一は情報技術ですね。言うまでもないですね。コンピューターのチップはもはやミリ単位になり、スマホの能力も飛躍的に上がっています。スマホというメディア、道具がどこまで進化するか、君も想像してください。付属するカメラもテレビのニュース報道にも使われていますよね。自動販売機で缶ジュースも買えるし、かざすだけで映画館にも入れる。もうお金と同じ機能を果たしているわけです。一方、小さくなったチップは医療技術を進展させます。カプセルに入れて患者が薬の代わりに飲むと、一人でに患部まで到達して写真を撮ってくるとか、外部にデータを送るとか、薬品を噴射するとか、お父さんたちの時代には高等無形な SF、サイエンスフィクションだったミクロの化試験ってあったんですよね。の世界がもうすぐ本当になります。もうこれ、一部、実際にですね、実験されてますよね。第2は環境技術です。環境技術ね。地球のこのままの温暖化は人類の破滅を意味すると言われますね。これはもう、相当、この認識は広まりました。日本でもその CO2 をゼロにする、削減すると、ゼロにすると
ということがですね、排出をゼロにするということを目標に掲げるようになりましたよね。環境負荷をいかに減らして持続可能な社会を築くかが世界中の先進国の課題になっています。また日本のすぐ西の国、中国とインドでですね、ほぼ同時に産業の近代化が進行していますよね。今もう中国は成熟期に入ったのかというぐらいのね、感じです。ここからインドが始まりますよね。中国、13億人と7億人とこの15年前書いてるんですが、今中国が14億人で、インドも14億人、合わせて27、8億人ですね。合わせて27、8億人。地球人口の3分の1ほどが暮らしているわけですから、その影響は計り知れません。日本も50年前には重工業を中心とした産業の勃興期にあって、公害問題が吹き荒れました。1955年生まれの僕ですね、代表的な公害病の一つである水俣病が世界に知られた年でもありました。日本のその後の産業化と環境とギリギリ調和するための技術開発の経験は、中国やインドの範になり得るとも言われています。アジアの発展に関してですね、まあ、中国はともかく他のアジアの発展に対して、インドに対して特にですね、インドがこれから大事になってくると思います。日本では何ができるのかが問われているのです。第3はエネルギー技術です。石油資源は一般にはあと4、50年しか持たないとこずーっと言われてるんです。この2、30年言われてるんですね。一本長く持つという説もあるんですけども、もともと地球の熱や圧力によってできた天然資源ですから、いつかなくなってしまうもの。では一体私たちの暮らしのエネルギー源はどうなるのでしょうか。世界中の会社が次世代エネルギーの開発にしのぎを削っています。太陽光、風力、海水力。地熱とかですね、こうした自然の恵みから発電する技術も実用化段階入ってきましたよね。太陽光などの発電効率ますます上がっていくでしょう。一方、自動車会社などは水素を原料とする燃料電池の開発に莫大な投資をしています。トヨタなんかすごいですよね。ホンダもかな。水素と酸素が水になる時のエネルギーを取り出す技術ですね。実用化も始まりましたけど、まだコストが高すぎる。でも、これが自動車で実現すると、各家庭でも個別に燃料電池で発電するようになるでしょうから、大規模な発電所から電気を運ぶ送電線は消えてなくなることになるかもしれません。この電線で最後ですね。第4は遺伝子、DNA の技術です。人間を支配する遺伝子情報。その配列の暗号の謎を解くプロジェクトに世界中の研究者が参加しています。一部の遺伝子配列の意味はすでに解明され、遺伝病の治療に役立ち始めました。お母さんのお腹の中に赤ん坊の細胞を取り出して分析することで、先天的な病気や障害のありやなしをある程度事前に知ることができるようにもなってしまいました。もっともこの技術は倫理的な問題もはらむので、文字通り微妙なものなんですけども、癌についても遺伝子技術によって根絶するだろうと予測を立てる学者もいます。動物で成功したように細胞の核移植を行って人間のクローンを作り出すことは禁じている国がほとんどです。ですが、自分の細胞から角膜や臓器のスペアを作るようになるような、そういう医療的な細胞技術は患者のニーズからするともっと求められるようになるでしょう。また、植物の食べ物の生育を遺伝子操作することで一年中食べられるようにしたり、大型にしたり、虫が食わないようにしたり、そうした豆や野菜を僕たちはもう食べているのです。第5、食料自給技術ですね。日本の食料自給率 40% って言われますよね。例えば、君が食べるハンバーガーの牛肉はもちろん、パンに使う小麦も上に乗ってるゴマも、レタスもトマトもみんな輸入に頼っています。ポテトもね。米作をもっと、米の作付けですね。米作をもっと大規模に効率的にやれないかとか、株式会社ではどうなのかとかですね。お米一つとっても様々なやり方の試みが始まっていますよね。そうは言っても日本の国土は平地が少ないというわけで、研究者の中には海上で作物が作れる技術を追いかけている人もいます。海の上で食物が栽培できれば、日本の国の周りにはスペースがいっぱいありますよね。そこで前述した遺伝子操作技術を使って海の塩分に強い植物の遺伝子を掛け合わせた作物を作ろうというわけです。食料の自給率を上げることができれば日本の安全保障にも大いに役立ちますから。また、こうした技術を組み合わせて宇宙開発や海洋開発が行われることで、外の世界観が広がる一方、脳科学が発達して、人間の内面世界の解明も進むでしょう。今だって心を癒すセラピーが花盛り、精神世界も進化する可能性があるということです。というね。これを早口で読みましたけども、これからね、どういう技術や分野が結構注目されるか、これですね。
情報技術、環境、エネルギー、遺伝子、そして食料自給ですね。それとは別にですね、これに掛け合わせて宇宙開発、そして海洋開発ですね。さらに脳の中の脳科学がもっと発達して、もしかしたら今は精神世界とかですね、オカルトのように言われている部分もですね、もっとですね、科学的に解明されるというようなことが起こるでしょう。そしてもう一つはコミュニティの課題ですね。これマクロな課題、こちらがミクロな課題で、身近な課題ではやっぱり教育と介護を中心とする医療、そして住宅の問題、というのがすごくそのクローズアップしてきますので、もうこの15年でクローズアップしてきてますよね。そしてまたさらにこっから10年、15年多分クローズアップしてきますから、それにまあ、どちらかというとその地方自治の関わる問題ですよね。なので、ここがまあ注目株ですよと、これにその掛け算を考えるときに思い浮かばなければね、そういう分野を思い浮かべたらいいんじゃないかなということになりますね。はい。で、最後にですね、こういうそのピラミッドね、まあ、45歳前後の方々が、まあ、自分にはまだ書けないなというふうに思うかもしれませんけれども、で最後の、こう、自分のこう、行くね、ビジョン、ミッション感ね、その姿を考えるのに一番ね、手近なのは、これもあの、朝礼だけの学校の皆さんに前に言ったことがあるんですが、朝礼だけの学校っていうね、この朝礼の代わりに皆さんが、これからですね、40歳前後から、まあ、1万時間かけて、何かのマスターになると、それも、一歩目、二歩目はもうね、足場があって、そして三歩目のね、この、何かある分野のマスターになるっていう時に、まあ、最初にまずね、この結構言語能力高い方が多いので、一冊本にしてみると。一冊本を書いてみると。それが、メジャーな出版社から出版されるかどうかは別として、ブログを書き溜めてって、電子化して書籍にすることはもう簡単にできますよね。朝礼だけの学校でもそれ推奨してますけれども、それでこう書いてみると、そうするとそのテーマが本当にね、自分の興味関心で、結構しつこくね、1万時間が、10万時間になっても、そのテーマ、に取り組めるのかどうかっていうのがこう試されることになりますよね。なので一冊本にしてみるって場合、どんなテーマ性、どんな、ビジョンが ここにね、掲げられるのか、どんな社会課題が自分に一番ね興味に合っているのかっていうことをまあ、確かめてみるってあると思うんです。そしてその延長に丸々だけの学校ですよね。それが例えばですね、ラオスで学校を建てるっていうことであるならば、ラオスで学校を建てるだけの学校。という、その、自分がマスターになったら、人に教えることもできるでしょうし、自分の、まあ、なんかこう、弟子とかですね、子分みたいなの人たち、まあ、弟子ですよね。そういう人たちがこういっぱい増えてくるんじゃないかと思うんですよね。なので、なんとかだけの学校っていうのをこう、一冊本を書いて、そしてなんとかだけの学校を開校するっていうね、そういう、詰め方もあるんじゃないかと思うんです。その際、まあ、例えばですよ、マタギの学校っていうんじゃ広すぎるわけです。マタギの学校じゃなくて、マタギはマタギでも、例えば、もう、タヌキだけを取る。あるいは、イノシシだけを追いかけて、そのシシ鍋を食べるだけの学校みたいなんですね。こう、細分化する必要があるわけです。非常に細かいところに、丸々だけの学校ってこう突っ込んでいった方がいいので、まず一冊本を書いて、そして、なんとかだけの学校を開校しようみたいなね。バーテンダーの学校っていっぱいありますよね。同じように、コピーライターの学校も編集の学校もいっぱいあるんですが、そうではなくて、もっと突っ込んだやつですね。まあ、介護分野のコピーライティングとか、介護分野の、ライティングだけの学校とかですね。それからバーテンダーであればもう、例の僕が開発した400万円の氷室で削ったシェイブカクテルを出すためのですね、シェイブカクテルだけの学校みたいな、そういうこう絞り方をしていった方がいいので、ぜひですね、そういう気構えでやっていただければなというふうに思います。最後にですね、今日肝心なのは、どこでお金を稼いで、どこでお金をですね、稼いで、どこは、まあ、お金をあまり取らずに仕事しね。まあ、トントンでいいです、みたいな。そして、どこにね、投資していくかという。これ、今ね、一冊本を出して、そして、丸々だけの学校開校しましょうって言いましたよね。この朝礼だけの学校の開校には、まあ、およそ3、400万ぐらいかかってると思いますけれども、そういうことを
ね、同じようにね、オンラインでやるっていうのもあると思いますけども、その後にですね、やっぱりどこに徹底的に、投資していくのかっていうのが、まあ、出てきますよね。それが自分の、まあ、人生のこのピラミッドのですね、この上の向きの高さを得るのに、この哲学性とか美意識が一番出るところですよね。というわけで今日はですね、皆さんはね、今、どこに一番ね、お金払ってますかと。ね。どこに思いっきりね、支払ってますかっていう、今、何に一番お金を投資してますかと、これね、中高生でもいいですし、ね、それなりにお金がある方は、それをどこに投資してますかっていうのを、ぜひ教えてもらいたいなと思うわけです。それがやっぱり、自分のね、人生の哲学性を高めていくところに、やっぱりこう、投資すべきですね。ホリエモンだと、ロケットだと思いますし、西野さんだと、映画監督としてやっぱりお金をね、投資していくんだと思うんですよね。というわけで、ぜひ、どこにお金を使ってますか教えてもらうっていうことを、まあ、金曜日の課題にしてですね、ここで終わりたいと思います。はい。では、君にならできる。